こんにちは、新州読書会の宮沢です。今日は純粋理性批判の続きの解説をしていきたいと思います。今日は81ページですね。岩波文庫版の上巻の81ページからです。読み上げていきます。すると、純粋理性批判は先見的哲学を構成する一切のものを含むことになる。そしてその批判は先見的哲学の完全な構想ではあるが、しかしまだ先見的哲学そのものではない。この批判の行う分析はアプリオリな総合的認識を完全に判定するに必要なだけにとどまっているからであるということです。これはこの前のページの最後の部分ですね。先見的哲学、超越論的哲学とも言いますけども、トランスバーサルフィロソフィー、トランセンデンタルフィロソフィーですね。トランセンデンタルフィロソフィー、先見的哲学はある種の学の構想である。還元すれば、純粋理性批判がこの学の全設計をいわば建築術的に、すなわち原理に基づいて立案するとともに、この建物を構成する一切の部分の完全と安全とを十分に保障せねばならぬような学の構想である。すなわち先見的哲学は純粋理性の一切の原理の体系であるということです。純粋理性批判というのは、この後に言うように、アプリオリな認識は何で可能なのかっていうことに対する批判ですね。ってことになります。で、体系化すると先見的哲学なんですけども、そこまでやんないと。先見的哲学の体系化の前の純粋理性批判をやるっていうことを延々と言ってます。それは実際何なのかっていうのは続きに書いてあります。かかる学、純粋理性批判を区分するにあたって最も重要な目安は、何によらず経験的なものを含むような概念が入り込んではならない。還元すればアプリオリな認識はあくまでも純粋でなければならないということである。それだから道徳の最高原則と基本概念とはアプリオリな認識であるが、先見的哲学には属しない。なるほど、これらの原則や概念は、快不快、欲望、傾向のような、いずれも経験的起源を持つものの概念を自ら道徳的命令の根底に置くわけではないが、しかし義務の概念において克服されるべき障害として、あるいは動員にされてはならない刺激として、純粋な道徳の体系を構成する場合でも、かかる概念を引き入れざるを得ないからである。それだから先見的哲学は、全く自然的な純粋理性の哲学である。一切の実践的な要素は、それが動機を含む限り感情に関係し、感情はまた経験的な認識起源に属するものだからであるということです。ここちょっと難しいんですけども、ちょっと私もだいぶ前に読んでこの先のことを忘れちゃってるんですけども、読み直してもないんで、ここから話していくことは、道徳の最高原則と基本概念の話がいきなり出てきてるんですけども、アプリオリな総合的認識を可能にしているものの、そのものの批判ですね。道徳の最高原則とか基本概念は、アプリよりな認識であるが、先見的哲学には属さないって言ってるんですね。で、それはなぜかというと、道徳の最高原則は、とか基本概念は、快不快、欲望、傾向のような、いずれのも、経験的起源を持つものの概念を、自らの道徳的命令の根底に置くわけではないが、しかし義務の概念について克服されるべき障害として、あるいは動員にされてはならない刺激として、純粋な道徳の体系を構成する場合でも、かかる概念を引き入れざるを得ないからである。私以前、道徳形而上学言論っていう本を解説してるんですけども、その時に例えに出したのは、傾向性って言葉がここに出てくるんですけども、傾向ですね。電車の中で席を譲ることは道徳的なのかっていう命題があります。これ私の何度も喋ってるんですけども、これは経験的な話なんですね。アプリよりな認識の話じゃないんですよ。電車の中でおじいさんが、よぼよぼしたおじいさんが、乗ってきたと。で、立ってんの辛そうだから、譲ってあげると、席をね。これは道徳的なのかって問題は、これは経験的な問題。なんか、気の毒だから譲ってあげよう。気の毒だから譲ってあげようってのは、これは経験的な
経験的起源を持つものの概念なんですね。これは別に道徳的じゃないって言ってるんですよ。カントが言うのは、道徳的命令の根底ってのは理性が命じてくる何々せねばならないってね。電車で人に席を譲るのは、理性が道徳的命令を個人に呼びかけてるわけじゃないんですよ。本当に理性的な人間は電車の中で座らない。ということに、カントの考えからすると、どうやらなるんですよ。これ、違うって言われちゃうと困るんですけども、そういうふうにイメージしてもらうとわかりやすいよ。電車の中で座るから譲るっていう行為が出るわけですよ。で、座らなきゃ譲るって行為も出ないわけじゃないですか。常に電車の中でも新幹線乗ってもデッキのところで立ってるぐらいの感じでいれば自由席にね、乗らずにね。そうすれば、誰か座った方がいい人が優先的に座るわけですよね。だからもしみんながそういう道徳的命令、理性の道徳的命令を守ってれば、体が丈夫であれば、なるべく立ってると。いうことですね。混み出したら立つと。明らかに席が足りないって言ったら何人かわらわら立っていくと。譲りたいとかじゃないんですよ。立ってる方が道徳的だって理性が命じてくるから立つんですよ。誰が、よぼよぼしたおじいさんが来たから、社会的弱者が来たから何がするっていうのは、これは道徳的だとは、アプリよりな認識じゃないわけですよ。それ経験的な認識ですね。アプリよりって経験以前の状態ですから、先見的なってことですから、先見的なってことじゃないか。経験以前の話ですね。ということになります。で、普通の道徳っていうのは、どうしても皆不快、これをやれば気持ちいいとか気持ちよくないとか、平行性、譲った方がいいかなと。みんな白い目で見られそうだから譲って、仮に優先席に座ってたとしますよね。妊婦とか、高齢者向けの優先席がたまたま空いてたから、座ってたら、席が混んできて、そしたらお年寄りが乗ってきたと。そしたらみんなお前が譲れよって無言のプレッシャーをかけてくると。なんか睨まれると。そしたら譲らざるを得ないじゃないですか。なんかちょっと居心地が悪いなと思ってね。んなことをいろいろ考えるのは、これは快不快とか欲望とか傾向のような経験的起源を持つ概念によって、やってることですよね。で、こういうのは別に道徳的、理性が命ずる、提言的命法っていうのはこの後出てくるんですけど、何やせねばならないっていうのは関係ないんですよ。だけども、純粋な道徳の体系を構成する場合でも、そういう傾向性の話は一応、概念を引き入れざるを得ないって書いてあるんですね。だけど本当に道徳的な問題って、席を譲るとか社会的弱者をどうするかとか、そんな経験的な問題によらないんですよ。電車の中で立ってた方がいいっていうような、対象物がなくても道徳的な行為をするのが、アプリよりな認識では人間は可能だって言ってるんですね。だから、よくその、パ欲の人たち、左翼の人たちが、社会的弱者を盾にして、こうした方がいい、ああした方がいいっていうことを言うケースがあるんですけども、じゃあ社会的弱者がなくても道徳的である、倫理的であるってことは人間にできるってことを言ってるんですね、カントはね。それは理性が命じてくれば、例えばさっき言ったように電車の中で常に立ってるっていうことをやってる人がいると。こういうものが先見的哲学の対象になる話であって、実際に心優しくて助けて、弱い人を見れば助けざるを得ないみたいな人がいると、それはどうしても経験的な、事柄に、傾向性が入っちゃうってことですね。これ、動員と動機のことがこれ中に書いてあるんですけど、カントは動員、これは、ベイク・グルントって言うんですね。ベイク・グルント意欲の客観的根拠。また動機、トリープ・フェイターってやつですね。これを欲望の主観的根拠と解していると。動員っていうのは、
理性が命じてくることですよ。何々せねばならない。動機っていうのは主観的な問題で、傾向性ですね。なんか気まずいから譲ろうかなっていうのは主観的な、トリップヘイターってやつですね。欲望の主観的根拠。譲るべしと。譲るべしっていうか、席を譲るためには最初からてめえが立ってた方がいいってもう、あらかじめ考えるのは動因ですね。これ客観的根拠。立ってた方がいい。なぜなら、神への奉仕だとか、自然の、摂理だとか、自由。そういうことを考えればですよ。自由の原則だとか、自由の原則は自分が立ってることだとか。まあ、自由。自由の原則とは言わないか。自由の実現か。自由の実現には自分が立ってた方がいいんだっていうことですね。これは、動因っていうことですね。で、動因にされてはならない刺激っていうのは経験的刺激ですね。女子高生が白い目で見てると。隣に座ってるおばあさんが白い目で見てると、健康なのに座ってる奴がいるって、私の、まあ、私がもし二十歳ぐらいの学生で、電車の中で座ってたら白い目で見られると。なんであのおじいさんに譲ってあげないんだと。みんななんか、向かいの釣り側に捕まってるサラリーマンも睨んでくると。これは、動機ですね。欲望の主観的根拠。まあ、動かざるを得ないと。トリップフェーターってゼンマイって意味らしいんですけど、私辞書は、ドイツ語辞書買ったんで聞きましたけども。ウェイクグルントは、そんなこと白い目で見られなくても、もう最初が立ってることですよ。最初が立ってすり側に捕まってると。あの席は空いててガラガラしてんだけど、でも立ってるってことですね。で、そういった動員にされてはならない刺激っていうのは、お前が譲れっていう周りからの圧力ですね。それに対する自分の動機ですね。欲望の主観的根拠、居心地が悪いから譲ると。こういうのは義務の概念において克服されるべき障害ですよね。で、道徳の哲学をやる場合は、アプリよりな認識だけで話はできないんですね。どうしても経験的なレベルの話を、電車の中で居心地が悪いって経験的なレベルの話しなきゃいけないんですね。でも関東の道徳哲学って経験と関係ないところの道徳を考えてるわけですね。そういうことになります。で、続きです。一切の実践的な要素は、それが動機を含む限り感情に関係し、感情または経験的な認識に属するものだからである。道徳を実践する場合っていうのは大体、まあ、全ての場合において、感情とか経験に由来する居心地が悪いとか、おじいさんかわいそうだとかいう経験ことから、まあ、実践的に席を譲るってことをするってことですね。これまあ、後で、まあ、俺実践理性批判の話に入っちゃうんですけども、ということになります。どういう時に道徳的な行為をするかっていうのは、1たす1が2だっていう話と一緒なんですね。何かを抽象化してこうした方がいいって言っていじくり回すのは、アプリよりの総合的判断ですよ。道徳ってものは何が1たす1は2だみたいな。席を譲ることは1ポイント。あとなんだ。重たい荷物を持ってる体の不自由な人を助けることは1ポイント。合わせて2ポイントみたいなね。徳を積む。道徳。これは経験的な問題ですね。これは達成って、徳が高い人は100ポイントぐらい持ってると。そういう話と、これは道徳の問題ですよ。で、倫理の問題ですね。あ、まあ、それは道徳の問題、まあ、実際にそれを実践しようと思うと、街中でね、困ってる人を助けるって実践の問題がかかっていくんですけども、それとは問題、倫理の問題があるわけですね。倫理の問題は、別にアプリよりの総合的判断と関係ない。主語が命じていくんです。自分に、こう、人間だったらこうあるべきだみたいなね。電車の中で立ってるべきだと。この世で重たい荷物を持たなくていいような、あらかじめ、そういうものが面積されるような住環境を作るとか。まあ、そういうことですよね。そういうことだっていうか。それは多分まあ分析的な問題なんですね。分析的判断の問題ですよ。人間、
たるべきもの、こうあるべきだと、理性が命じてくるときは、こうだと。まあ、主語に述語が含まれている場合が、分析点判断ですね。後から概念を加える場合は、総合的判断ということは何回も言ってるんですけど、倫理的なものってもう最初に人間に備わってる理性の、備わってるもんですよ。そのことが倫理的な問題、道徳的な問題は、後から、共同体なり何なりが、1たす1は2だと。まあ、得になることはこれだ。これとこれとこれだって人を押し付けてきて、どんどん増えていく項目ですね。多分、そういうことなんだと思うんですよ。そのこと書いてないんですけども。この、ことが80ページ読んだところの、序の部分で大切なのは、どう考えても分析的判断と総合的判断ですね。で、共同体の道徳ってのは総合的判断なんですよ。これがいい、あれがいいっていうのは、経験的に決まって、道徳的な行為っていうのはこういうもんだっていう、傾向性がただ、集められていく、経験的にね。だから倫理の問題っていうのはもう、幼子は、その中に置くとか、言葉ありますよね、福音書の中でね。なんだっけ。まあ、とにかくもう、幼い子だって倫理的なんですよ、多分ね。それはまあ、キリスト教も言ってる話ですけども。人間は、小さな子供だってわかる、何々しなければやっちゃいけない子ってことは、もう、もともと人間という主語の中に入ってると。それは分析的判断で取り出せるもんですね。これは思弁的なもので経験的じゃないんですけども。これがもともと入ってんだと。まあ、それは理性があるってことですね。理性って赤ちゃんにもあるんですよ、理性がね。ハントの考えによればですよ。だけど、その道徳的なものって後から経験して数えられていくもんですね。これが道徳的だって。多分その倫理と道徳のことは、こうやって分けてると思うんですね、多分。で、その道徳に関する問題は実践理性批判の話で、語られていくんですけども、この次の続きの、哲学書で、まあそういうイメージで見ててくれればいいと思うんですけど、まあ違ってたらすいません。ちょっと私も先走って喋ってんで。で、続きです。ところで一般に体系というものを考察する見地からこの学の区分を試みると、我々が今述べているところの区分は、第一に純粋理性の原理論を、また第二に純粋理性の方法論を含まなければならない。またこれらの2つの主要部分はそれぞれ小区分を含むことになるだろう。しかしこれらの小区分の根拠はここではまだ述べるわけにはいかない。ただ次のことだけはこの諸言や序文にとって必要であることのように思われる。つまり人間の認識には2つの根幹がある。おそらくこれらの根幹は共通であるが、しかし我々には知られない唯一の根から生じたものであろう。二つの根幹というものは、すなわち感性と語性である。そして感性によって我々に対象が与えられ、また語性によってこの対象が考えられる、示されるということである。ということです。これから、純粋理性犯の体系を、原理論、方法論として、ぶち上げていくんですけれども、まずその、前段階として人間には感性と語性があるって言ってるんですね。で、感性っていうのは対象を与えられると。感性によって我々に対象が与えられると。感傷っていうか現象か。まあ、おじいさんが、よぼよぼしたおじいさんが杖つきながら、電車の中歩いてきたっていうのは、対象が、感性によって対象に与えられると、あ、なんかちょっと困った人がいるなっていうことを、受容するっていうか、感受性ですね。そういう現象を知覚するのが感性ですね。で、この困ったおじいさんをどうしようっていう問題を、現象とか対象を考えるのが語性ですね。語性ってアンダースタンディング、自分の理解能力。この感性と語性がまずあるということですね。ということであると。まあ、絵を描く場合でも、最初にリンゴの絵を描くとすると、リンゴってものをまず対象として与えられますよね。で、絵に描いていく中によって、この対象が考えられますね。リンゴとは何かと。リンゴっていうのは赤いとか、まあ、みかんとは別のものであると、果物であるとか、時間が経つと傷んでくるとか、なんかその対象について考え始めますよね。で、感性と語性っていうのは、まあ、リンゴが3つあるとかね。そういうことですよ。数え出すとかね、そういうのは語性、
まあ、五性の役割ってのはその量とか質とか関係とか様態、腐り出したリンゴ関係ってなんだ、どうなんだリンゴ、まあ人のリンゴだとかね、借りてきたリンゴだとか、自分で買ってきたリンゴだとか、自分との関係性とか、こういうのは五性によって考えるところですね。でこのリンゴは 150g だとか、量の問題とか、数の問題2個あるとか、こういうことは考えられるんですね。まず対象が与えられて、それが量とか質とか関係性とか自分との関係性とか容態とか、これは五性によって、まあ、今度、考えられ、示されるようになるということです。でこの2つの感性と五性っていうのが、まず純粋理性を体系化するときに問題になると。この話を、感性と個性の話をこの後で、先見的原理論の中でしていくということですね。で続きです。ところで、感性は対象が我々に与えられるための条件をなすところから、先見的哲学に属するのであろう。そして、先見的感性論は、原理論の第一部門でなければならないだろう。認識の対象が人間に与えられるための条件は、その対象が考えられるための条件に先立つからである。まず感性、人間の感性とは何かということをこれから分析していくということですね。それが次のから始まる先見的原理論の先見的感性論というのが、まず第一部の先見的感性論で始まるんで、この感性とは何かっていうものをまず第一部門で扱いますと。で、その認識によって対象が与えられる条件について、それは時間とか空間があると。そういう対象が考えられるための条件に先立つ条件。人間には時間と空間があるみたいな話をこの後していきます。ということでした。ようやくこれで序文が終わったのか。これで本文に入っていく。序文でこれだけ。自分で80回ぐらい喋ってるのかな、これ。まあ、そういうことでした。じゃあ今日はここまでです。最後まで聞いていただいてありがとうございました。以上です。